カップ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。フロリダ、そう、まあ実際はね11月だったのかな、去年の試合です。ねね、カップだから後からテレビの放映上でその時言えないんだよねあれね。そう、うん、メインに使ってたのはクランク、うん、クランクとチャーベイト、これ、そう、まあ基本的にはその秋のホールパターンでさ、シャット絡みで、で、このシャットカラーなんだ。そう、ワンポイントファイブの、まあ小さめなスクエアビューとチャーベイト。どれぐらいの割合でなのシャッターと、その時は。半ぐらいかな。あ、そうなの。場所にもよるけどね。なんとなくほら、俺はテレビで見たんだけど、ダイジェスト、クランクばっかり投げてるイメージだったけど、そんなこともなかったの。後半はの湖はクランクを投げてることが多かった。なんかだんだんプレッシャーがね強くなると、うん、ミスバイトがあってさ、チャターだと、うん、トリプルの方がいいのじゃ。そう、だからトリプルの方が良かった。ちなみにチャターってさ別にトレーラーフックつけないよねいつもね。最近つけてないけどね。うん、試してはいるけど。試してはいるけど試合中つけないよね。うん、最近ね。え、これ竿はいつもの大盛りモデルでしょ？7フィートの。7フィートの、まあ、ミディアムヘビーのクランキンロッド。そう、タトゥーラー A シリーズ、うん、もう何回もなんかもう言ってるからもう、そうだよね、だけど7フィートのミディアムヘビーアクションコンポジットロッドです。これさ、クランク前20でやってたけどさ 1.5 やるようになって、ね、少しライン変えた？最近は16ポンドがメインです。チャッターは？チャッターはもう16がメイン。最近なんでその20をやめたの？あんなに20にこだわってたのに。これはね、うん、やっぱ、まあ、そこそこ5ポンドぐらいのでも、うん、まあ、本当にカバーとかに巻かれない限り、うん、結構16も取れるしね、うん、でも強いなと思って。サーはコンポジットだからね、こうフレキシビリティあるからそんなに切れたりも、ね、ないからね、ほとんどね。16がなんか一番最近はバランス的にいいかなと思ってやってて、うんうん、結構それで6ポンドぐらいにつっても大丈夫なこと多いしから。うん、まあ、ハンドルもね、これショートハンドルだよね、大森さんはね。相変わらずね。ね、俺90ミリで合わせるけど、大森さん80ミリだもんね、全部。カップのあの時って、なんかレイクどんどん変わってったじゃない、うん、やりながらさ、まあそういうルールなんだよね。ちょっと変わった変則のルールだから、なんだけど、いち早く魚探さなきゃいけないでしょ。そうすると、この、やっぱりこのファーストムービーのこのコンビネーションが、一番合ってるのよ、釣りに。まあ、別にその自分の釣りのスタイルって昔から結構パワーフィッシングみたいな、シャラのファーストムービー。最近でもワーム投げる？見てないんだけど、まあ、ワーム投げる。スピングはあんまり投げなくはなったっていうのはあるけども、うんうん、まあもともとあんまワンフィッシャーマンじゃないじゃん、もともと。まあでもそれがさらになんかパワーフィッシングでファーストムービング系だから、もう本当スピナーベイト、チョバーベイト、スクエアビルみたいな感じになっているけどね。でもまあそれは竿5本ぐらいじゃいいんじゃないの最近も、うん、結構ね少なくなって、もともと少ないけどより少ない感じで、ね、まあでもこの7フィートのミディアムヘビーが全てのファーストムービングベイトで使えてるから、うんうん、全然バラすことも少ないし、うん、アーシュも乗るし、うん、まあなんかすごい調子よく釣れてる感じ、うん、これトロフィーすごいね、これ重たいんだよこれ、みんなが思ってる以上にでっかいね。これでカップ2個目？そうだね、うん、稼いでますね、うん、まあなんか最近ちょっとずつ分かってきた感じがする、うん、あれさ、フォーマットなんだろうね、数も釣らなきゃいけないし、今サイズも釣らなきゃいけないでしょ、まあ、どっちも釣らなきゃいけなくなってきてるじゃない。でその今のこの熟成されてるわけじゃん、自分が使ってるタックルってさ、もうそれって大事なのやっぱり。まあなんていうかな、その毎日クオリファイしていかなきゃいけないんで、うん、基本的にその、うん、なんか釣ってそのなんていうかな、その貯金ができないじゃん。最終日まで行ったらその最初の3日間のこの4日大会のさ、トータルウェイトじゃないから、うん、最初の2日間でクオリファイしてから、うん、その次のラウンドでまたゼロに戻されちゃうから、でチャンピオンシップまたゼロに戻されるじゃん。だから毎日がさすごいチャレンジなわけだから普通今までだったらさ4日大会で優勝するときはもう3日終わった時点で大体のさクッションがあったりするから、なんとなくあれだけど場所も変えられるしさ。だって決勝やったとこなんてさ、うん、あれ何なの、あの岸見でもないわけじゃない、もうほとんど。そうだから塔から一応つながってる、うん、けどもなんかプライベートのサブディビジョンレイクでほぼほぼだからあの出たメンツでさ、うん、誰もなんかそこでトーナメントもちろんやったことないし、うんうん、本当知らないとこなんてある。あそこにランプがあるの、また
人がなくて、その外側から下ろしてなんかクレーンみたいなのつって、うん、でそれを誰も釣りなんかできないってことだよね。ライクの中内側に入ってくるんだけど、そのサブディビジョンの人たちだけが使えるそのクレーンがあって、うん、普通のトーナメントの時はいつもあそこはあれオフリミットだね。オフリミットでね、うん、っていうようなところなんだけど、まあある意味公平なんで、ノープラクティス、ノーインフォメーションで、そういう基本的にあんまり今までのレギュラーの大会がないところでやってくれるから、だからあれ、まあ、僕日本人みたいにそういうなんかアメリカ人の横のつながりなくて情報源が少ない人たちは結構その自分のなんていうかな、その自分のその実力だけで釣ることができるから、その誰かアメリカ人プラスアメリカ人の友達となんか対抗してやらなくていいっていうの、情報性に巻き込まれなくていいってことだよね。そうそうそう、だからそれである意味やりやすくはなってるけどね、うん、そういう意味だったら、まあ、そういうとこもあると思う。そうするとでもそうするとすぐ魚を探さなきゃいけなくて、初めての場所ですぐ魚を探さなきゃいけないと、もう自分のその18番で得意技をとにかく使うと。そうだね、うん、そうするともう早くカバーしたいから、この9対1のリールとコンポジットの竿でグリ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 やると、バンクを打って、で、まあ、その素早く結果を出すっていう。この竿とリールでだいぶ稼いだね。でもね、まあでも何年使ってる、3年、うん、4年目かな今年で、うんうん、で全然全くその最初のやつと同じのずっと使えてるし、うん、すごい気持ちよく魚も釣れてるから、まあそれで結果も出てると思う、うん、まだまだ今年このあと何試合残ってんのこれで。今だからバスポーツは2試合終わったから、うんうん、あと5試合5試合です、うん、2021年度。そう、うん、まあ本当ね、優勝っていうのはね、なかなか実力だけでも取れないし、運もなきゃ取れないけど、もう本当すごいとしか言いようがない優勝だったと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。